モリーはサファリパークの動物病院で働いています。朝一の仕事は動物の餌やり。何の餌やりかわかりますか？そう、答えはパンダ。次はこの動物の餌やりです。何かわかりますか？ビーとイヤーでベアーです。次の動物はこちら、わかりますか？タイとヘアーでタイガーです。虎の次はこの動物にご挨拶。何かわかりますか？そう、猿、モンキーです。猿の次はこの動物のケアです。何かわかりますか？バタフライ、蝶々ですね。朝食の後、動物用の募金を調べます。カラスは7ドル、テントウムシは21ドルで、クモは28ドル受け取れます。このルールだと、トラはいくらもらえるでしょう？トラは4本足なので14ドルもらえます。1本の足につき 3.5 ドルの計算です。モリーはキッチンでランチを取ることに。いつもはうちでお弁当を作って持ってきますが、今日は誰かにラザニアを盗まれてしまいました。モリーは怒って同僚に話を聞きます。マイクは今日キッチンには行っていない、カバの掃除で忙しかったと言い、メリッサは今朝はずっとプールの掃除をしていて食べ物には触っていないと言い、アリーナは投資家の人と街でミーティングがあって今帰ってきたばかりと言います。嘘つきは誰でしょう？メリッサです。見てください。プールはまだ汚れています。モリーは警備員から緊急連絡を受けます。誰かがホームを逃がしてしまったのです。モリーは近くにいた3人に話を聞きました。ジャックは、何も見ていない。10年前に視力を失った。ここには鳥の鳴き声を聞きに来た。と言い、レイチェルは、鳥恐怖症よ。近くにも行けないわ。と言い、ピーターは、僕は通り過ぎただけ。トイレがどこか教えてください。と言います。嘘つきは誰？ジャックです。本当に盲目ならなぜビデオカメラを持っているのでしょうか？モリーは動物園を歩き回っていて、上司が到着する前にオウムを見つけなくてはいけません。何羽のオウムが見えますか？5は見えます。このイラストはどうでしょう？オウムが見えますか？ここにいます。オウムをすべて回収した後、モリーはやっと座って休むことができました。ところが突然不思議なクレームを受け取ります。動物園で何か奇妙なことが起きているようです。すぐ外に出て状況を確認します。皆さん、何がそんなにおかしいのか、モリーを助けてあげてください。猿にヤギの足が生えています。このイラストはどうでしょう？この魚はどう見ても怪しいですね。このトラはどうでしょう？何がおかしいですか？
足が4本でなく5本あります。モリーは餌を取りに倉庫に来ました。ドアを開けようとしますが、上司のアリーナがコードを変えたようです。コードを解読するお手伝いをしてください。横を見ると、トラ、ネコ、ヒョウ、オオカミ、オオヤマネコと書いてあります。よく見ると一つだけ違うのがわかりますか？オオカミだけ猫科の動物ではないので、コードはオオカミです。倉庫の明かりが突然消えてしまいました。モリーは迷ってしまいます。建物をさまよっていると3つのドアを見つけました。ドアの奥には罠があります。1つ目のドアの奥には腹ペコのライオンが、2つ目のドアには大量の魚の入った水槽が、3つ目のドアの奥には毒蛇が待ち構えています。どのドアを選ぶべきでしょうか？2つ目のドアが安全でしょう。モリーは部屋の隅にあるダイビングスーツを着れば大丈夫。ついでに餌やりも済ませましょう。モリーと同僚のマイクは残業後家路に着きます。突然上司のアリーナがコウモリと話しているのを見ました。茂みに隠れて近づくことにします。アリーナは吸血鬼のように不気味に笑っています。次の朝、モリーとマイクはアリーナが人間なのか吸血鬼なのか確かめることに。今日は彼女の誕生日なので、ブーケを2つ用意しました。アリーナは1つだけ受け取りました。この時2人はアリーナが吸血鬼だと確信しました。どうしてでしょう？2つ目のブーケにニンニクを隠したんです。アリーナは仕事仲間を誕生日パーティーに招待しました。モリーは行きたくありません。そこでデートアプリを使って誰かとデートに行くことに。こちらに何人かの写真がありますが、一人は彼女と暮らしているようです。誰かわかりますか？この人です。クローゼットにハイヒールとドレスが見えます。アリーナはモリーにパーティーの準備のために早めに来るように言いました。モリーがキッチンで軽食を作っていると悲鳴が聞こえます。アリーナの部屋に行くとベッドで泣いているのが見えます。シャワーを浴びている間に誰かがドレスをめちゃくちゃにしたようです。モリーは怪しい3人に質問しました。メイドのキムは、洋服の管理はしていません、私は一日中家の掃除をしていたのと言い、庭師のサムは、パーティーのために庭のライトをつけたり飾り付けをしていた、家には入ってすらいないと言い、姉のリリーは、触ってないわ、まあ似合ってなかったからいいんじゃない、家族みんな紫の方が似合うって言ってたしと言います。ドレスをめちゃくちゃにしたのは誰でしょう？サムです。飾り用のライトはまだ箱の中にあります。パーティーの後、モリーはマイクが怪しい女性といるのを見ました。女性はパーカーを着てモリーに背中を向けています。マイクと女性は人混みから隠れてアリーナの図書館に行きます。後にモリーが図書館に行くと、そこは空でした。部屋をチェックした後、マイクの秘密の彼女の正体が分かりました。どうしてでしょう？2番目の女性のイヤリングが1つ欠けています。アリーナの図書館に落としたのでしょう。モリーはそれを見つけていたんです。アリーナは早朝に警察に通報し、警察が到着しました。彼女は、昨夜は旦那と素敵な夕食を済ませました、でも口論をしてしまって彼の具合が悪くなったと訴えたけれど、私は信じなくて、いつも大げさに物を言う癖があるので、ドアを閉めてその場を去りました。今朝家に帰ると彼が床で意識を失っていたんです。何が起こったのか分かりませんと言いましたが、警察はアリーナを逮捕しました。なぜでしょう？
もしキャンドルが一晩中燃えていたならもう燃え尽きているはずですよね。モリーにはサラという幼馴染がいます。ある日サラの家族とピクニックに行きました。サラの母親は変わった人物で、ピンクの部屋にラメラメの服、そしてどこに行くにもイグアナのトムと一緒です。さらに彼女には3人の娘がいて、上からマンデー、真ん中がチューズデー、それでは一番下の娘の名前は何でしょう。彼女はサラの母親なので、一番下の娘の名前はサラですよね。リックは動物病院の面接に来ました。獣医になるのが彼の夢です。モリーは履歴書を気に入り、最後に論理クイズで論理力を測ることに。次の月のリストを渡し、こう聞きます。次に来る月はどれでしょう。リックを助けてあげてください。答えはセプテンバー。このリストはスペルの文字の数に並べられています。動物のグルーミングの時間です。モリーは才能のあるトリマーを雇いました。トリマー2人で2匹のグルーミングを2時間でこなします。この場合、4人のトリマーは4時間で何匹扱えるでしょう。よく考えないと4匹と答えがち。でも答えは8匹。トリマー4人は2時間で2匹を扱えます。ですから4時間だと8匹となりますよね。私を好きな人も嫌いな人もいる。私は人の考え方や見た目を変える。自分のケアをきちんとすれば多くなるし、私はたまに人を騙すことも。私は他人にもミステリーな存在で、私を隠そうとする人もいるけれど、ずっと隠すのは無理よ。どれだけ頑張っても私は絶対に少なくならないから。私は一体何でしょう。そう、答えは年齢です。この中に左利きがいます。誰かわかりますか。ウェイターです。左利きの人が右でトレイを持って左でお皿を置くのは簡単ですからね。エマは月曜日に出勤した後、誰かがパソコンから大事なレポートを削除したことに気づきました。会社では彼女がクビになれば喜びそうな人が3人います。エマは探偵小説が大好きで、小さな頃探偵になりたいと思っていたほど。そこで怪しい人物に話を聞くことにしました。同僚のローラは、今来たばかりよ、すごい雨なの、大変だったわ、何を知りたいの？と言いました。会計のトーマスは、コーヒーを買いに行って今戻ったところ、と言い、新入社員のエリザは、カフェで顧客とミーティングしていました、今戻ったばかりです、と言いました。エマのレポートを取ったのは誰かわかりますか？エリザです。全員の足を見てください。トーマスとローラの足は濡れています。大雨でしたからね。でもエリザのハイヒールは濡れていません。顧客のミーティングなんて嘘に違いありません。エマはこれに気づき、エリザが怪しいと確信。そこでエリザの行動に注目することに。でも次の日、大切な書類とともに姿を消してしまいました。エマの上司が書類を取り戻すように頼みに行きました。彼は警察にはまだ通報しないようです。幸い転じて福となすとでも言いましょうか。エマは探偵になれて少し喜んでいるようです。エリザのパソコンはパスワードで守られています。何度も失敗した後、エマはエリザの机の下に置かれた紙に気づきました。エマは紙を拾い、それを見ると2つの文字が合わさった言葉、私はおやつ。最初のパートは音楽のジャンル、後半は穀物の名前。この謎々の答えがパスワードのはず。皆さんにはわかりますか？答えは
ポップコーン。エマはパソコンの起動に成功。そこで座標のついた地図を見つけました。行動開始です。地図はモダンな建物に向いています。ジムのようです。中に入り受付にエリザのことを聞きましたが、ゲストパスを買わないと何も教えられないと言いました。中に入ると少し歩き回ることにしました。エマは女性用の更衣室に入りました。そこで彼女は何かがおかしいことに気づきます。何かわかりますか？窓に男性が見えますか？彼は何をしているのでしょうか？怪しすぎます。シャワー室を出ようとした時に急に辺りが真っ暗になりました。彼女が目を覚ますと窓のない小さな部屋にいることに気がつきました。コンビネーションロックがついたドアがあります。彼女の手の中にはシワクチャのメモがあり、普通に書けばネズミのもう一つの名前、反対から書けば見えるけど触れない何か。パスワードがわかりますか？答えは英語でラットの複数形、ラッツをひっくり返したスターです。エマはドアを開け部屋を飛び出しますが、急に立ち止まります。大きな椅子に座る男性に気づいたのです。ジムのシャワー室の外にいた男性です。やっと来たねと嬉しそうに言いました。はじめはボスを連れてこようと思ったんだ。でも気が変わったんだ。ゲームをしよう。なぞなぞが解けたら書類を返し解放してやる。エマは了承するしかありません。男性は金でいっぱいの部屋があるんだ。ある日3人の泥棒が忍び込んだが、歩いて出たのは2人だけ。彼らが去った後部屋には誰もいなかった。3人目の泥棒はどこにいる？3人目は車椅子に乗っているので歩いて部屋を出ていません。上出来だと叫びながら椅子の腰掛けの何かのボタンを押しました。エマは叫び床の下に落ちていきました。地下は真っ暗です。突然壁のトーチがつくと、エマは3つのドアを見つけました。はじめのドアの後ろにはジャングルで危ない生き物がうようよしています。2つ目のドアの後ろには何でも燃やしてしまう恐竜が。3つ目のドアの後ろには氷が張った湖が。その冷たい水は入るものを数秒で凍らせてしまいます。エマはどのドアを選ぶべきでしょう？2つ目のドアを選びましょう。恐竜がもし生きていても炎を吹くことはできません。よかった。恐竜はよくできた偽物でした。でもそのドアは次の部屋につながっていました。しかも鍵がかかっています。ああ、エマはイライラし始めます。幸いにもヒントの書いた紙を見つけました。バナナ、ひまわり、虹、リンゴのイラストが。エマは少し考えて4つの数字をパネルに打ち込み、見事にパスコードを当てドアを開けました。パスコードがわかりますか？答えは1371。数字はそれぞれのアイテムの色を表しています。エマは長い廊下に突き当たりました。長い間歩き続けて廊下が3つの通路に分かれることに気づきました。それぞれには西、東、南と書かれていて、変ないたずら書きも見つけました。どの通路を選ぶべきでしょう？エマは首を後ろに倒し、落書きを反対に見るとサウスという文字が見えました。これを選びましょう。すぐにまた3つのドアが見えました。床にはドアを開けられる鍵が置かれています。それぞれのドアの鍵を当てるのに必要な最大の回数は何回でしょう？6回です。
最初の鍵で全てのドアを試します。次の鍵で残りの2つを、最後の鍵で最後のドアを試します。エマは左のドアを通ることに決めました。するとどうでしょう、またあの椅子の部屋につながりました。例の男が座っています。彼は、今日は金曜日だ、72日後に何かをしなければならなかったら何曜日になる？と聞きます。エマはすぐに日曜日と答えました。72日は10週間プラス2日ということは金曜日の2日後ですから日曜日ですね。男はイラつきをあらわにし、いいだろう、計算は得意か、これを解いてみろと言いました。次の数字は何でしょう。次の数字は20と28です。この並びには2つのグループが属しています。11、14、17と19、22、25です。どちらのグループも後ろの数字は目の数字より3多いことになります。はじめのグループの次の数字は20、次のグループの次の数字は28となりますね。男はエマに賭けをしないかと言います。男は赤と青のビー玉を箱に入れます。もしエマが青のビー玉を取り出せば解放する、赤を選べば向こう1年ここに留まることになる。エマは男がズルをすると分かりました。どうしてこんな賭けをするのか、きっと男は赤と青の代わりに赤いビー玉を2つ入れるに違いありません。でも証明の仕方が分からない。エマはしばらく考えた後、賭けに勝ちました。どうやったのでしょう。エマはビー玉を取った後、男に見せずにすぐに口に入れました。箱の中に残ったビー玉は赤です。ルールではエマは青を選んだことになりますよね。男も仕掛けをしたとバレたことに焦りを見せます。わかった。言ったことは守ろう。これが最後の謎謎だ。これを解いたら解放する。6を奇数にする方法は。エマには楽勝の問題です。エマは S を取り除き IX、 つまりローマ数字の9にしました。9は奇数ですよね。男はエマを解放するしかありません。エマは書類を手にして解放されました。やりました。探偵に転職した方がいいですかね。トーマスがオフィスビルの24階の窓を掃除していると、突然叫び声が聞こえてきました。窓の外を見ると、30階から女性が落下していくのが見えます。でも、その女性は5分後には歩道に無傷で立っていたのです。一体彼女はどうやって生き残ったのでしょう。空をよく見てください。はい、あそこにスーパーマンがいますよね。彼によって救われたんです。この画像を見て何か変なことに気づきませんか？ヤシの木にスイカがなっています。双子の兄弟のスタンとケンは一生懸命働いて、母親の結婚記念日のためにお金を貯めていました。でも残念ながら、彼女が長年欲しがっていた車を買えるほど貯まりませんでした。二人はがっかりして、翌日買い物に行き、他のプレゼントを選ぶことに。でもその夜、ケンは天才的なアイデアを思いついたので、なかなか眠れませんでした。ケンはスタンが寝ている間に、貯めたお金を密かに持ち出して、カジノへ向かったのです。その夜、彼は幸運に恵まれ、お金を3倍にすることができました。翌朝、ケンはお金をすべて箱に戻し、床に着きました。でもスタンが目を覚まして、箱を開けると数えてもいないのにケンがお金を触ったことに気づきました。なぜだと思いますか？夕方、箱の中には細かいお金が入っていましたが、朝になってみたら
100ドルと50ドル札しかなかったんです。ケリーは旅の途中に美しい廃墟のお城を発見しました。中に入って地下室に行って写真を撮っていると何者かによって閉じ込められてしまいました。周りを見回してみると3つのトンネルを発見。最初のトンネルの中には巨大な空腹のモンスターが待ち構えていて、2つ目のトンネルの中には何匹もヘビがいます。そして3つ目のトンネルには睡眠ガスが充満しています。5分後ケリーは城の外に出て最寄りの警察署に逃げ込みました。一体彼女はどうやって脱出したのでしょう。三角巾をマスクとして使って3番目のドアから逃げたのでした。ここにいる動物たちを注意深く観察してください。この写真のどこが変だと思いますか。左側にいるひよこが音楽を聴いていますよね。2人の姉妹はハイキングに出かけました。2人ともマッチ箱を持っていましたが、ネリーは歯磨き粉と一緒にバッグに入れて、シェリーはマニキュアの入ったバッグに入れておきました。そして森の中を歩いていくと誤って巨大な水たまりに落ちてしまったのです。そしてそこから抜け出すと、シェリーは服を乾かしながら何か焼いて食べるために火を起こそうと言い出しました。2人はマッチを取り出しましたが、残念なことにネリーのマッチは歯磨き粉だらけになっていて、シェリーのマッチはマニキュアで覆われています。2人は日向でマッチを乾かしている間に薪を集めに行きました。すると雨が降り始め、マッチはすべてびしょ濡れに。でも10分後にはどうにか火を起こして焼きマシュマロを食べていたのです。2人は誰のマッチを使ったのでしょう。マニキュアが乾いて防水になっていたので、2人はシェリーのマッチを使うことができました。守らないと破れてしまうものは何でしょう。約束です。スーザンは息子たちのことを質問されると次のように答えました。3人以外は全員赤毛で、3人以外は全員金髪で、3人以外は全員黒髪で、3人以外は全員ピンクの髪をしているということです。スーザンには何人の息子がいますか。答えは4人。赤毛が1人、ピンクの髪が1人、黒髪が1人、金髪が1人です。リサは有名なトップモデルでしたが、写真撮影中に楽屋で意識不明となり病院へ運ばれました。医師は重度のアレルギー反応を起こしていると言っていますが、リサは一日中何も食べていないと言っています。マネージャーは心配になってリサの周りにいた全員に質問し始めました。スタイリストはメイクをしていた時には何も食べていなかったと言っています。掃除係は有機の非アレルギー性製品で楽屋を掃除したと言っています。さらにリサのライバルのノラは一日中撮影を見ていたけど疑わしいことに気づかなかったと言っています。事件の犯人は誰でしょう。犯人はスタイリストです。その日にリサの口の中に入った可能性があるのは口紅だけです。この絵を見て、危険度が高いのはどっちだと思いますか。この女性が座っているのは2階の屋根で、さらにその下にはプールがあるので彼女の方が危険度が低いと言えます。この男性の背後には雲や飛行機が見えるので、座っている建物がかなり高いことがわかりますよね。いつも元気がない食べ物は。ブルーベリーです。いつも気分がブルーで、ほら今も泣いています。ボールの中には5つのレモンが入っています。
そこから3つ手に取ると、いくつのレモンを持っていることになりますか？今を書き留めておいてください。最初は簡単。この絵文字を見てください。2021年最も多くダウンロードされたアプリ、TikTok です。次も簡単な問題です。これはもちろん天気予報アプリです。これは何でしょう？アメリカ人の 71% が使っているアプリ、Facebook です。4問目はこの絵文字です。このアプリは大きなファイルをネット上で保存したり送ったりする世界中の人のために大いに役立ちます。ドロップボックスです。次の問題です。多くの人がネットサーフィンするのに使っているアップルのアプリ、サファリです。この絵文字はどのアプリを表しているでしょう？Airbnb です。世界中で休暇中に借りる家を予約できるアプリです。このアプリは何でしょう？PayPal です。多くのウェブサイトで使われている便利な支払いサービスです。この2つの絵文字はどうでしょう？答えはアングリーバードです。2009年にモバイルゲームとして始まり、今は巨大なグローバルフランチャイズとなっています。さあ、こちらに挑戦してください。よく考えると、can、つまり英語で tin、それから door、tin、door で tinder です。なんと、このマッチングアプリで5500万組のカップルが生まれました。次はこちらです。Firefox です。モジラのウェブブラウザーです。今日これを使いましたか？もちろん Netflix です。さあ、こちらを見てください。2004年4月にサービスを開始した Google の無料メール、Gmail です。ここからはちょっと難しくなりますよ。この絵文字をご覧ください。トウモロコシは英語で Maize とも言うので、A、Maize、On で Amazon です。世界で最も人気のショッピングアプリです。1994年、ジェフ・ベソスが自宅のガレージで始めました。そして30日以内に1週間あたり220万円を売り上げるようになったんです。この絵文字はどのアプリを表しているでしょう？スナップチャットを知らない人はいないんじゃないでしょうか。ではこちらは？フェイスタイム、ビデオ通話のアプリです。超人気のアプリです。鏡はあなた、つまり You、そしてチューブと合わせると YouTube になりますね。世界中で23億人が使用しているんですよ。このアプリがない生活なんて考えられないっていう人もいます。インスタグラムです。1秒に約1000枚の写真がアップロードされているんですよ。次はこちら。
ツイッターです。この有名な青い鳥は2010年にツイッター社のマスコットになりました。ツイッターによってもたらされるとされている自由と限りない可能性のシンボルなんです。さあ、ここからはあなたの能力が試されますよ。この絵文字が表すアプリは何でしょう？インスタントメッセージサービス、テレグラムです。2013年にサービス開始しました。さあ、こちらは？これが解けた方、すごいですよ。中古品市場の Dポップ です。世界中の人がこのアプリを使っていらなくなった服を売買しているんです。次はこちらです。